近隣湖の帰りに可愛いもの見つけちゃいました。スヌーピージャヤ、めっちゃ可愛くないですか？ちょっと中に入ってみたいと思います。出したお料理が届きました。唐揚げとおにぎりとサラダと柚子ドレッシングが入っていて、あとウッドストックの卵焼きが乗っています。それと季節のスープとポン酢がついてるみたいです。早速いただきたいと思います。あ、今気づかんやったけど、この大根もスヌーピーになっとる。かわいい。で、この卵焼きがウッドストック。ウッドストックとスヌーピー。あ、今気づいた。最初に気づかなかったこの大根のスヌーピーちゃんとウッドストック。かわいい。全然気づかなかった。かわいらしいサラダになってます。だから鶏天は大分名物なのでめっちゃ美味しいと思いますけど、サクサク、すっごいサクサク。このおにぎりは機械で握った感がめっちゃあるんですけど、おにぎりはちょっとイマイチかな。このウッドストックのついてるやつ、これは中はごぼうのサラダでした。この横のところが機械で握った感が、あ、機械というかなんていうの、おにぎり作り機みたいなので握った感があるので、もうちょっとね、手で握るともっと美味しいかも。こんな感じ。味は鶏の炊き込みご飯です。